はい、はじめまして、8月に、原宿でイルというお店をオープンした、代表の坂井元樹と言います。よろしくお願いします。同じく西村亮です。お願いします。完全中国。ロシアは？ロシアは、まあ、モスクワはもう当たり前の情勢なんだけど、アジア圏で抜群にやっぱり今伸びてるのは中国の人。中国の人もかなりレベルの差があって、その中でうまいのは多分 3,4 人とかなんですけど、やばい。でも平均的にうまいよね。うまいけどもやっぱ飛び抜けてますよね。日本では出せない質感と、いや質感か。これやばくないですか？これは動画ですかね。これじゃこれアジア人ですよ、モデル。外人にやってるとかじゃないんですよ。いやちょ、もうオイリー感もないっていう。オイルじゃないんですよ、自然なツヤなんですよね。うわ、もう海外見ちゃってるからね。もうこの2人が僕は推しですね。どっちも会ったことあります。どこでお会いしたんですか？どっちもセミナーですね。しかも全然違う人のセミナーっす。受講しに来てるぐらいやっぱり中国の方意欲がすごいんですよ、学ぶ意欲が。日本に来て言葉わかんないのに学んでます。でも僕的にそっちの方がうまいんですよ。でも日本の上手い人のやつを見に来てて、話しかけてみたら日本語わかんなくて、翻訳アプリで会話してて、これ聞いててわかるのって聞いたら、何言ってるかわかんないって。でもすごい。で、逆のことをできるかって言ったら難しい。中国までわざわざ行って何言ってるかわかんなくて、みんな何言ってるかわかんないところで聞くなんて怖いっすよね。でも金さん行ってみたくない？中国でやったら。ああ行きたいです。アジア人で作ってるってところが、そうなんですよ、まあリアル感あるよね。そこまでいけるんだアジアでっていうところは、やっぱりモスクワとか海外の人の髪質よりもやっぱりこう参考になりやすいっていうのは正直あるかもね。なんか外人だからいけるんじゃないかっていう、あのモスクワとかだと、まあアメリカとかロシアとかそうなんですけど、キューティクルの関係とかね、毛の強さとかでいけるんじゃないかって思っちゃう。マニアックだなこの映像。一番中国で近いところでね、モスクワレベルの色味とかを出してくるんで、一番近づきやすいんじゃないかって思うんだけども、一番ショックは受けますよね。届いてない感がすごいっていうか、写真だとまだ多分近いっちゃ近いようには多分ところまでは行ってるんですけど、なんかやっぱまだ違うなっていうのは見てて思います。で、僕生で見てるんですよ、その作品を。やばいってずっと言ってたよね、あの時ね。いや俺も見たかった。まあ、色も確かに綺麗なんですけども、質感がおかしいです。バージンもでした、白で。しかも全然張り越しあるみたいな。わけがわかんない。乾かしてる時もね、えっていう、スタイリングじゃないんだみたいな。ガチで。ドライで終わって、ツヤツヤ、真っ白。でも周りもやっぱ受講者とかいっぱいいるんですけど、もうみんな口揃えて言ってるのが、めちゃくちゃ綺麗って普通言うんですよ、セミナーとかって。じゃなくてもみんな、マジか、みたいな。誰も綺麗とか言ってないんですよ。みたいな。そこまで行くと参考にならないみたいな。参考なんないレベルで、もうみんななんか逆にテンション下がるみたいな、うん、もう現実味がなさすぎるっていうね。無理だって聞こえましたもん。って思わせるぐらいの作品でも作ってみたいですけどね。もうこれはもうずっと言ってますよ。ずっと言ってる。ずっと意識した。ずっと言ってるし、僕もあの金さんという方は、僕も一回お会いしたことあるんですけど、もう出し惜しみしないんですよね。飲みの場だったんですけど、まあ、通訳つけて教えてくれて、本当に技術が好きなんだなっていう感じの喋り方ですよね。もう普通に出し惜しみなく、これはこうだからこうやって塗ってるみたいな、全部教えてくれて、でもお前にできるのかみたいな感じなんでしょうね。それがいいなって思いましたけど。いや本当にあの全部教えてくれます、聞いたら、うん、いや全部教えてくれる。 DM でもそうだし、セミナーやってる方がですよ、お金取ってやってるのに普通に聞いたら全部答えてくれるんですよ。人選んでるのかな、でも分かんない、どうなんだろうね。あ確かに僕らもなんか知っちゃってるから、たまに金さんからナイスってくるけどね。西村は一番多分日本で一番交流してるかもしれない。その2人ぐらいですよ。あとはもうなんかもう読めない英語で来る分かんない人ですか。ごめん。海外から意外と来るんですよ。100点とか。でも酒井さんは、まあ、僕の8個上になるんですけど、プライドがめちゃくちゃある年齢だと思うんですよ、その年代って。特に美容師だったら、もう僕が会ってきたその年上の中で一番プライドないっすね。そこまで。いや本当に、でもこれはもう本当にいい意味で、マジでプライドがなくて。プライドがないっていうと、なんかもう大丈夫かってあるからね、そいつ。技術的なプライドはありますけど、
例えば、まあ、僕が、まあ、こういうやり方やった方がいいですよってなったら、あ、じゃあちょっと変えてみるわとか前もあったのが、まあ、接客に対してなんかこうやってると怒って見えそうみたいなことを言ったら、あ、もう気をつけますみたいな何でも柔軟に受け入れる精神なのか分かんないですけど、下の子の年代とかも関係ないですね。敵じゃなくてもアドバイスだったり、こうした方がいいんじゃないかとか、どの意見でも全て取り入れちゃう。そうですね、下の子に言われても何でもなんか足りないんだなって思って成長したいんで、カラー剤とかもそうですね。これいいらしいですよって言ったらもう全部使うみたいな、全部使ってみて、でよかったらもうバンバン使ってみたいな、もうすぐ取り入れてすぐ使ってみたいな、ですぐできちゃうっていう。プライドがないだけで聞くとめちゃめちゃやばいやつまあ、うん、でもそうですね、まあ、自信持っているようでまだまだな自分がいるなって思うし、やっぱ旗から見て自分がどう見えてるのかって意外と気にするというか、それが多分一番の自分の課題なんだろうなって思っちゃうと、なんか言ってくれてありがとうって思っちゃうんで。一生成長する人ですよね。だから僕はだって隼人の意見も聞くもん僕の専属なんですけど、そう、23歳ですけど、もうちょっとこういう風にした方がなんか性格いいんじゃないですかみたいなって言われて、あ、そっか、じゃあちょっと気をつけるって23歳から接客指導されるそう、接客のこと言われましたね。でも、あ、じゃあこういう感じだったらどうって言われて、ハヤトに、あ、でもそれだったらいいと思いますみたいな、あ、分かった、じゃあちょっとこうやってみるから、ちょっと明日からちょっと見てて、でもし またあれだったらちょっとまたちょっと言ってもらっていいってオーナーだよなお前みたいなあ、でもちなみにあれです、あの 1年目の柏っていう1年目がいるんですよ、まあ、入社して今だと3ヶ月4ヶ月目ぐらいの子にも坂井さん言ってたんですよ。それあの時言ってたね。そう、そしたら、あ、それだったら大丈夫ですって1年目が言ってましたなんか生意気言ってるなとか思わないんですよね全然。あ、むしろなんかまた次の日からちょっとやってみようみたいなっていう風になりましたね。まあ、本当に自由なんですよ。こんな人見たことないです、僕は。怒んないですね。俺のためを思って言ってくれてんだなって思って36歳でね、俺のためを思って言ってくれてんだなって、俺いつまでそれを思うんだろうみたいな。俺おじいちゃんになっても分かったって言ってんの、明日からこう言ってみるって言ってんのかなと思った。僕もプライドあるタイプなんですよ多分。僕は頑固なんで、もう多分結構そこ真逆で、でも自分で言っといてこうした方がいいですよみたいな、こうしてくださいって言っといてすごいなと思う。あ、これ聞き入れるんだみたいな、これも言っとこうみたいな。でも本当すごいですね。分かんなかった。見たことないです、見たことないタイプの人間って言ったらいいですかね。これなんかめちゃめちゃ多分2人で過ごしてて、俺があんまりこう全く聞かなくてプライドがもうめちゃくちゃあってだったら、ちょっと窮屈だろうなって多分感じるタイプ。うわ、こいつとはちょっとまあこれぐらいの関係でいいなみたいな感じで思われたかもしれない、もしかしたら。僕はあの本当に美容師しかできないんで、本当にこれはもう、これは西村にも最近先に言ってたんですよ。僕で何でもできるからってことは言ってなくて、俺本当にもうこう事務的なものだったりとか計算だったりとか、そういうのは本当に乏しいって自分でもう分析してる。西村はそういうの得意でしょって言って、多分得意なのはなんか垣間見えてたんで、まあ、そこはすごいなって本当に思うし、あの周りへの気遣いが本当にすごいなって。でも今までのこう美容業界で、いやこれあるなしでしょっていうものに対しても、え、いいんじゃない、窮屈にさせない空間を、下の子に対して、まあ俺に対してもそうかもしれないけど、言うとこは言うんだけど、こう穏便にうまく調整してくれる人、まあ多分内心いろいろ思ってるんだろうなって思っても、でもそれを出さないように頑張って平和に解決するやり方を探すタイプ。でもそれって結構精神的に来るとは思うんですけど、大人だなって感じますね。俺が言うのもあれなんですけど、年上が大人なんで、なんかこう、はい、中身が大人だなって。大人なんです。まあ僕もだいぶ大人ですけどまあだから彼とやれてるんだろうなって思うんで、そこの長所を見極めていて、やっぱりそうだったっていう感じでギャップがない感じですかね。だし多分彼も、あ、やっぱりこういう感じかっていうのは多少はちょっと予測はした中で一緒にやったと思うんで、あ、やっぱりそういう感じだよねみたいな、
多分準備してる時に垣間見えてたと思うんで、大体いろいろ準備が一番開業準備が一番垣間見えてたと思うんですよ。僕のジムのできなさ死ぬかと思いました。本当に間に合わないと思いましたもん。でも僕も僕なりにできることを探して得意分野は頑張ってやるんですけど、まあ頭が上がらない時のが多いなっていうのは感じます。本当にやばかったですよ。もうやることが多すぎて無理だと思って酒井さんにお願いしたら、あの言ったらできる人なんですよね。もうちょい早く任せればよかったできない人だと思い込んでました、すいませんみたいな感じです。いや本当にマジで優しいんですよ。俺ビッグ本当にちょっとこれあの全国の女性の皆さんみんな聞いてほしいです。こいつ旦那の鏡だと思います。俺は本当にちょっと褒めちぎりますけど、こんなまあ忙しいじゃないですか。プレイヤーとしても華やいできてるし、いるとしても今すごい忙しい時期だし、でも子育てめちゃくちゃ頑張って夜泣きも対応して、奥さんのあの愚痴を一回も聞いたことないし、あるのかもしれないですけど、僕になんか外では言ったりもするのって結構聞くんですよ。他の方だとこういうとこ最近ちょっとめんどくさいわとか、なんかそういうの全く言わないし、お前思ってないんだろうなっていうか、もうもはや思ってないですね。なんか女性大変な時あるじゃないですか。こう子供生まれて自分も働かなきゃいけなくて、でも子育ても自分中心で見なきゃいけなくて、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、その中でこう西村は夜のなんか集まりがあったとしてもね、嫁が今ご飯作って待ってるから、そういう時はもう絶対帰るし、自分中心で動かない。いや人のことをいつも考えて、でもこれ西村に言うと後でいろいろ思われるのが嫌なんですよって言うんですよ。でもそれって俺かっこいいと思って、なんか後でなんかあの時こうだったじゃんって言われたくないからやってるって言うんですけど、俺かっこいい言い訳だなって思って、やっぱりそういうことを思わせないようにしようっていう、なんかいい言い方をするとそうじゃないですか。なんかそれが俺あんまりいないんじゃないかなって思って、でも仕事もめちゃめちゃ頑張るし、家でもこうインスタを子供抱えながらこうやって子供が起きないようにこうやってて、僕もなんか開業の準備とかね、こう電話するじゃん。そうじゃ今寝かしつけてるんでちょっと電話できないっすみたいな。ありましたね。そっかそっか分かったっつって、仕事だから仕方ないじゃんみたいなことをやっぱ家でも言わないし、でもなんかそれを仕事場の人に迷惑ないようにうまくこう帳尻合わせてるところってめちゃめちゃ仕事できんなって俺は思っちゃってて、これはすごいなって。なんかこう男だったら今こう忙しい時期だからちょっとこれに集中させてとか、あっちも仕方ないかなとか思ってしまうような時期でもなんかそれを言い訳にしない、それがね、いやすごくないですか。これ今のでもカットしてください、ね、全部こいつばっか上がるんで本当にあの子供生まれたら分かります。あの嫁の方が大変だから分かってるけどできない人の方が多いっていうか、ありがとうとか言ってくれる場には行動に移せてないとか聞きますよね。結局あれですよ、なんかあの周りが見たらなんかやってる風に思われてますけど、365日見たら全然やってないんですか。いやその考え方がかっこいいんですよ。だから自分ができる時はやろうって考えるタイプじゃんまあそうですね。だからそう、それがすごいんですよ、その姿勢。だからそれは女性からしたら何の話これあの期待してる人にしか優しくしないんで、そう感じてるんだったら期待されてる俺新人感すごいな。ほらなんかその子からは言われないさ、その子の周りからとかは言われたりします。あ、西村なんか自分に全然興味ないんだろうなって思うみたいな話を。そう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 。あ、それはカットしないで大丈夫です全人類に優しいわけないですよ犬ぐらいですね、優しくするのまあ、イルで言ったらルフィゾロなんですよ。いや、でもチョッパーで。チョッパーギブを与えられていたのであれば、この商材いいっすよって連絡くださいマジっすか。使います。すぐ使います